今回はですね、また、ユミデジがね、新しいスマートフォンを発売するので紹介したいと思います。今回ね、新しく発売される端末はですね、ユミレジの A30 Pro というものになります。まあ、ユミレジの A シリーズということなので、まあ、エントリークラスのスマートフォンということになります。まあ、ユミデジはですね、今現状は A シリーズですね。まずこのエントリーモデルのシリーズと、あとバイソンシリーズですね。これはタフネススマートフォン。 あと、パワーシリーズもね、パワー5、パワー 5S というふうに今の,今のところやっていますので、現状はこの3モデル、3シリーズに絞られているのかなと思います。まあ以前はね、S シリーズっていうね、少し上のモデルもあったんですけれども、現状はですね、後継モデルが発売されないので、まあ絞ってやっぱりバイソン、弓で、えっ、ー、と、タグネスマートフォンのバイソンと、まあ A シリーズがメインじゃないかなと思います。 で、たまにパワーシリーズが出るといった感じではないかなと思います。えー、それではね、弓デジの A30 Pro、ちょっと見ていきたいと思います。まず価格の方は139.99ドルということで、プレセールの価格が出ています。ということなので、日本円にすると約1万6千円ぐらいからというね、えー、格安のスマートフォンになっています。えっ、ー、と、このプレセールのですね、ワールドプレミアセールになりますけれども、ここに書いてあります。3月の28日から、 まあ4月の1日までということになっていますで。一応4ギガ1ニッパーのモデルと 6GB1 ニッパーのモデルですね。だからラ,ラムの容量がまあ2種類あるということになります。それではスペックの方を見ていきたいと思います。まずデザインですけれども、A30 Pro についてはですね、少し iPhone っぽいデザインと言ったらわかりやすいでしょうかね。 最近他社の中国のスマートフォンメーカーでも少し iPhone に似た端末出ていますけれども、ちょっとそういった雰囲気がありますね。カメラの配置なんかが少しそういったものに似ているかなという感じです。あとサイドフレームがね、少し角張ってるスクエアデザインになってますんで、この辺もですね、少し iPhone っぽいデザインになっているのかなというところですね。で、えっ、ー、と、背面は今までと同じような感じでしょうかね。おそらくガラス、あマットガラスって書いてありますね。 だから、バイソンとかに使われているような雰囲気。まあ今までもワットガラスでしよね。なのでこの辺の、まあちょっとカメラ周りのデザインこそね、新しくなっていますけれども、まあおそらく背面の仕上げなんかは従来のものとさほど変わらないのかなと思います。えっと、ディスプレイのサイズが6.7インチということなんで、結構ね、大きいディスプレイを搭載しています。ただこれ確かね、解像度は HD なんですよね。だから大きい画面で HD。できればフル HD にしてもらいたかったんですけど、 ま、価格を考えれば HD プラス、まあ、しょうがないかなと思います。まあ、そんなに、まあ、あのね、HD でも汚いっていうふうに感じることは、まあ、実際はないかなと思いますけどね。フル HD プラスの方がより良かったかなと思います。バッテリーの方は 5150mAh ですね。ま、弓石の端末は比較的バッテリーの容量が多いので、ま、あこれも普通といえば普通でしょうかね。でも十分なバッテリーを搭載していると思います。 カメラの方はトリプルカメラですね。で、メインカメラが4800万画素のソニーセンサーを搭載しているということです。あと800万画素の広角カメラ、500万画素のマクロカメラということです。ユミネージン端末はね、結構安い端末でも一応しっかりと広角カメラ使えますので、まあこの辺はですね、価格を考えれば、まあしっかりと使えるトリプルカメラになっていると思います。SOC の方はユニソックの T の610ですね。 これはですね、一時期結構格安のタブレットなんかに利用されていた SOC ですけれども、最近ね、ユミデジとか他社も含めて、やはりローエンドのスマートフォンについては、ユニソックの SOC を搭載しているものが徐々に増えてきていると思います。で、T の610はアンツーベンチマークで言うと20万点ぐらい出るんで、まあ、エントリーモデルということと、まあ、価格1万円台後半ぐらいというところでいけば、 まあそんなに性能は悪くはないのかなと思います。で、さっき言ったね、ラムが 6GB1 ニッパーなので、そうですね。まあエントリークラスのスマートフォンには間違いないですけれども、まあ中国のね、スマートフォンってもっともっと性能が低いのを未だに言ってますんで、そういったものと比べれば比較的、えー、ローエンドの中でも性能が高いというふうに思います。であとス、えー、とスイッチですね。あ、スイッチ、えー、電源ですね。電源と指紋認証センサー。これも最近多いですね。えー、電源ボタン兼指紋認証センサーを搭載しています。 で、デザイン的には、まあ、こんな感じですね。えー、まあ、格好は悪くないんですけど、ちょっとやっぱり iPhone っぽいっていうところから気になるかもしれません。えっ、ー、と、8.7mm で2 0 7グラムということなんで、ディスプレイサイズも大きいですし、まあ、ガラスを使ってるっていうこともあって、まあ、正直そんなに軽いというものではないですね。まあ、画面サイズも大きいんで、まあ、これはいた仕方ないかなと思いますけれども、まあ、そこそこ重量があるという感じです。 で、背面はね、マットガラスということで、指紋防止ですね。やっぱりこうあんまりピカピカしたもので指紋がつくとね、結構目立ちますけれども、このマットガラスはね、いわゆるちょっとその、まあ曇りガラスみたいな感じで、まあ少し触ったぐらいでは指紋が目立ちにくいものになっていますし、あとつや消し表面ということで、ね、やっぱりそういったちょっと安っぽいピカピカした光り方っていうのはないので、これは落ち着いた背面なんでね、私はこのマットガラスっいうのはそんなに嫌いではないので、まあこれはいいかなと思います。 で、カラーバリエーションの方は、ギャラクシーブルー、青いものがありますね。青いものは少し、こう、なんでしょうね、角度によってもしかしたら色目が変わるのかもしれません。まあ、グラデーションカラーといった感じですね。で、あと、ゴールドです。で、あとは、黒ということで、まあ、この辺の黒とかゴールドはね、まあ、結構落ち着いた感じでいいのかなと思います。で、まあ、このグラデーションは、まあ、どっちかっていうと流行の色っていう感じじゃないでしょうかね。 あとはですね、カスタムボタンがついているようですね。これはタフネススマートによくついているものなんですけれども、まあ、ユデジは最近ですね、こういった普通の端末にもカスタムボタンを搭載しているものが多くなっています。ここですね。まあ、ここにですね、ショートカットを割り当てることができます。まあ、自分の好きなアプリだったり、まあ、動作、操作ですね。操作を割り当てることができますんで、まあ、これは非常に便利だと思います。ただ、指デジのタフネススマートフォン、バイソンシリーズって結構左右に、あの、二つあるものがありますけれども、これはどうも一つみたいですね。 で、あと細かいところですけれども、android バージョンは11ですね。まあ、できたら12が良かったんですけれども、11ということです。あと NFC がね、NFC を搭載しています。あとは当然 4G に対応していて、えー、GPS に対応していますということ。あとはノイズキャンセル用のデュアルマイクに、 ヘッドセットなしの FM ラジオにも対応しているということです。これもなんか最近徐々に対応している端末が増えてきましたね。えっ、ー、と、要はアンテナ代わりに、まあ、イヤホンを挿さなくても FM ラジオが聴けるというものになっています。ただ大体これ日本のね、周波数にはしっかりとは対応してないので、まあ、全ての日本の FM ラジオが聴けるというわけではありませんけれども、まあ、一応データ通信なくてもですね、電源さえ入ればラジオが聴けるということになりますんで、まあ、ちょっとね、そういった災害時とか、あ防災グッズとしてもこの辺はお勧めできるかなと思います。 それでは対応バンドの方を見ていきたいと思います。対応バンドはね、当然弓出ジの端末なので、日本のバンドにしっかり対応しています。バンド1、バンド3ですね、楽天モバイル、バンド8ソフトバンク、バンド 18au、バンド19ドコモ、バンド26、これは au ドコモですかね。ということなので、ましっかりと対応していると思います。えっと、一応バン、スイですね、バンド19、バンド6にも対応しています。 あとですね、一応デュアルシムになってて、4G のね、えー、同時にアクセスが可能ってことなんですけども、まあ、これはね、私が過去にも何回か紹介してますけれど、ユニソックの SOC ってボルテ回りが少し怪しいんですよね。まあ、使える時もあるんですよね。使える端末もあるんですけど、使えない端末もあったりするんで、ちょっとね、メディアテックの SOC と比較すると、ボルテ回りが怪しいというのはあると思います。で、以前にですね、まあ、ボルテ使えないっていうふうに紹介したユミネジのパワー、 え、パワーファイブ s ですかね。えー、ユニソクの T の310っていうもう少し、もう一つ下の SOC を搭載してるんですけども、この端末はボルテが使えなかったんですけど、最近、えっ、ー、と、マイネオのソフトバンク回線ですかね。マイソクの SIM カードを入れたら普通にボルテ使えたんですよね。だからこの辺がね、ちょっと、まあ、設定とか相性とかが、まあ、癖があるのか、相性があるのかわからないんですけれども、まあ、いずれにしてもメディアティックのものよりは、 そういった好き嫌いと言いますかね、合う合わないがあるような気がするので、ちょっとね、ボルテ周りは心配です。だから、ボルテが使えなくてもいいという方は、まあいいと思いますけれど、ボルテがどうしても使わないといけないと、ボルテ必須というふうに考えている方は、ちょっとユニソックの SOC は避けた方がいいかもしれないですね。 状況としてはちょっと刺してみないとわからない。挿して実際にシムカードをしてみないと使えるか使えるかわからないっていう状況じゃないかなと思います。で正直ですね、このユニソックの SoC を搭載した端末を紹介されている方ってあんまりいないんですよね。だからその辺でその実績って言いますかね、えー、このシムカードで通信できましたよとか、このシムカードでボルテ使いましたよとかっていう情報があんまりやり取りされない、やっぱりローエンドのスマートフォンなんで、ちょっとそういう部分で、えー、そのボルテ必須の方にはあちょっと厳しいかなというところあります。 えっと、今紹介しました、ユミデジの A30 Pro ですけれども、これは毎度おなじみのプレゼント企画やっています。今回は一応10台当たるということですね。まあ、これはですね、まあ、これも従来からずっと一緒ですけれども、例えばユミデジのね、オフィシャルのアリエクスプレスのストアでユミデジ A30 プロをカートにね、入れておく。そうすると、まあ、4エントリーということですね。 で、あと、弓デジの YouTube チャンネルをチャンネル登録すると3エントリーということで、まあ当然このエントリー数が上がることによって当選確率も上がりますので、えー、もしですね、弓デジの A30 Pro 欲しいという方は、これは当然ね、まあ無料になりますんでね、この応募するのは全然お金もかかりませんので、まあ興味がある方はね、えー、これにエントリーしてみると、もしかしたら10代当たるかもしれません。 で、あと13日って書いてありますんで、ちょうどそうですね、7日が、7日から28日までということなんで、まあそのプレセールが始まる日まで一応受け付けてるということです。で、大体弓出ジはあれですよね、抽選会をライブで配信したりしてますので、まあその辺もですね、まあガチに当たる可能性はあるということですので、まあぜひね、興味がある方は、まあここで応募してみてください。 ということで今日はですね、ユミデジの新しいね、エントリースマートフォン A シリーズの最新モデル、ユミデジの A30 Pro のプレセール情報を紹介させていただきました。SOC はね、ユニソックと T の610ということで、まあ、比較的性能はいいと思います。ヘリオの P60 よりもね、性能がいいものになりますので、 その辺考えるとですね、価格考えれば、まあまあそんなに悪くはないのかなと思います。まあ注意すべきところはやっぱりボルテがどうかっていうところはちょっとわからないということですね。まあこちらの端末はですね、えっ、ー、と期間の方は、プレセール期間の方は3月の28日から4月の1日までということです。で、一応プレセールの価格が139.99ドルからということになりますんで、まあ1万6000円ぐらいで購入できますので、まあ興味ある方はね、ぜひチェックしてみてください。はい。今回は以上です。